今回は FC ティアム平方の小川監督に密着させていただくということで、はい、はい、しかも今日は試合当日日、意外と面識はここはなくて、はい、試合でしか初めましてで、はいはい、なのでちょっと車を密着させてもらうので、はい、ちょっとシャッチでいろいろインタビュー聞いてちょっといろいろ聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督は就任されて、2年目ですね。2年目、はい、2年目で現在 JFL、はい、ということで、もう那須大輔 YouTube チャンネルでは JFL、はい、初潜入ということで。あ、本当ですか。はい、もうありがとうことに。あ、いえいえ、こちらこそありがたいです。監督をやった経緯みたいのもちょっと聞きたいんですけど、2019シーズンで、まあ、RBX 新潟を、まあ、契約満了になって、はい、まあ、チーム探してたんですけど、うんうん、なかなか見つからなくて、うん、で、この FC ティアム枚方に、うん、僕の同級生で親友の牧ゆきの男が、牧ゆき、はい、那須さんの大学の後輩だと思って彼が GM に就任するっていうことはもう決まっていて、うん、で、選手で最初来てくれって言われたんですけど、で、僕も結構最後新潟時代怪我とかも多くて、うん、で、ティアムに入るとこう仕事とか、うん、まあ指導とかをしながら選手をやるっていう、うん、まあ、そういう条件だったんですけど、うんうん、なかなかその中でプレイヤーとしてこの体で、うん、なんかやれるっていう自信があんまりなかったのもあって、断るというか答えを保留してたんですよ、うん、そしたらその間にティアモの監督の人事があんまり進まなかったらしく、うん、監督は興味あるかみたいな話に変わって、それでまあ僕も選手だったらどうしようかなって迷ってたんですけど、うんうん、監督をやらせてもらえるなら、うん、ちょっとやりたいなということで、うん、それで引き受けることになったのが監督をやることになった経緯なんですけどね、はい、その時はまあ関西一部で、ね、一部で、はい、で1年でじゃあ JFL に上げたってことだよね。そうですね、はい。最初はやっぱプレイヤーからいきなり監督に変わって、はい、大変なこともいっぱいね、そのチームマネージメントしないといけないので。そうですね、はい、実際どうだったの、そのこの前那須さんが良平の、うん、ああ密着をね、密着のさ見て最後に、選手はもうまず自分が試合出ることとか、うん、まず考えてそれがチームのためになるっていう風に言ってたじゃないですか、うんうんうん、で僕新潟の最後の2年ぐらいは、うん、全くその自分がっていうよりはチームが勝つのには、うん、どうやったらいいかとか、はいはいはい、今自分が試合出てない時に、うん、他の選手にもっとこういうポジション取ったりとか、もっとこういう風にしたらいいんじゃないとかいう、うんうんうん、そういうなんかもうマインドにな、うん、残り2年ぐらいなってたんですよ、はい、ずっと、はいはい、でいろんなチームの試合とか見たりとか、うんうん、で戦術を考えたりとか、うん、結構そういうのしてて、うん、その中でそういう監督のオファーもらったんで、うん、自分がやりたいこうサッカーとか、うん、そういうのをこの監督になったらできるんじゃないかっていう、そういうワクワクっていう方が大きくて、そうなんだ、あ、まあ、すごい楽しい時間を、そうなんだ、ね、過ごさせてもらってるんですよ、ね、で JFL に上がれたのも、まあ、その前の年から、うん、このティアム自体が北川さんだったり、うん、野沢拓也さんだったり、うん、田中秀夫さんとか、うん、武田博之さんとか、そういう J でもすごい経験のある選手たちを、うん、2019年から集めて、うん、っていうシーズンの2年目で僕が監督に就任したので、うん、その前の年から結構やっぱりチームとしては、うん、それこそ JFL に最後上がるための地域チャンピオンズリーグっていう最後の大会にもう進んだりはしてたので、うん、あと一歩のところで昇格できなかったっていう前の年があったんで、うん、まあ、僕はなんか全て1年で作り上げたっていうよりはその前の年からの積み上げっていうのがあって、うん、まあ、僕が最後昇格した時にたまたま監督やってたっていう感じの捉え方をしてもらえたらいいかなと思うんですけど。いやでも今現在は何位？現在は5位ですね。5位で、はい、で何試合紹介してるんですか今？今11試合、はい、どうなんですかその今年のチームの今の状況っていうか状態としては。結構得点も取れるようになってきて、うん、ちょうど今3連勝して今日の試合迎えるんで、ほう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 、チーム状態としては上がってきてる状態かなと、はい、思います。で、これからちなみに今現在8時45分入りということで、はい、13時から試合なんですけど、はい、これからの流れ的にはどんな感じですか？試合の設営とか、あー、なるほど、そういうのもするんで、はいはい、去年は本当に人が関西リーグ戦ってる時に、うん、本当に人手が足りなくて、うんうん、本当に僕も設営に携わったりとか、うん、そういうのを本当しなければいけない状態で、うん、
で今年はあのボランティアの方が来てくれたりとか、はい、まあ、そういう人手は足りてないわけじゃないんで、うんうん、朝こんだけ早く来なくてもいいんですけど、うん、なんか去年の名残もあって、うん、あのスタッフがもう9時に集合して、うん、そういう試合の準備をするんで、まあ僕も一緒にやろうと思って来てるんですけど、なるほど、はい、これからちょっと試合ということなので、そうですね、はい、じゃあちょっと準備に向かいます、はい、おわせていただきます、はい、よろしくお願いします。初めて雨じゃない、試合当日な、去年から。あ、そうなんですね。はい、那須さん雨男かな。那須さんのホームの試合初めて雨なんですけど。あ、そうなの。那須さん、いや、違う違いますよ、あの、割と晴れ男なんで。ちなみに今、梅雨時期なので。ラインが消えてないから心配なんで、まあ、ダイモンが監督は引いたんだと思う。あ、引いた。なんでか、多分このチームのスタッフの中で俺が一番うまいからライン引くのが。なるほど、高校時代を思い出しながら、ね、それが今に生きてる、今にめっちゃ生きてる。なるほど。これが、はい、こちらが小川監督が引かれたライン、見てください。おー、シッとまっすぐ、市船、市立船橋高校サッカー部時代に、はい、鍛えられた、これはすごいですね。これはすごい。あ、これ見たらわかります、ここわかりやすい、これセンターライン、めっちゃまっすぐ、はい、あ、軽食、これこのうどんとかもあのサポートしてもらってて、あのいただいてるんですけど、小鉢うどん、あ、これがユニフォームがずらっと並んでます。元 JA はどのくらいで、だから双川さんと今、双川さん、田中秀夫さん、でもその僕 J2 とか決めると、まあ、チョ・ヨンチョル、おー、チョ・ヨンチョル、はい、チョ・ヨンチョルも去年入って、で僕新潟で最後の年一緒にやってて、それこそ本当の双川さんみたいに、うん、J1 でもあんだけキャリアのある選手もいれば、本当に高卒とか、おうおう、大卒とかで、全然 J も経験なく、で、新卒で桧山に入ってきた選手だから、本当、いろんなキャリアの選手がいるんで、まあ、だから同じレベルで要求というか、そのチーム目指すところを、まあ、どういうところに徹底しなきゃいけないのか、じゃそういう、どこまでこの選手には求めるべきかとか、そういうところはちょっと考えて、アプローチはしました、ね。これめっちゃバズると思うわ。視聴者めっちゃ食いつくと思いますわ。すごいわね、貴重ですよ。あ、来ましたよ、リンガン GM 牧祐樹。牧祐樹さんです。駒澤大学の後輩で。あ、そうなんですか、はい、お兄ちゃん、牧誠一郎さん、はい、弟さん、リモートマッチです。今日リモートマッチ、はい、すいません、ちょっとここは同い年で、小川監督と。あ、そうなんですね。で、そう、小川監督を引っ張ってきたのは牧祐樹さん。もうやっぱ B1、 いやいやできるって分かってたんで。あ、分かってたの。そんなにやっぱ賢い選手だったらできるでしょ。いや、一チーム任せてみたいなっていう気持ちはあるんですよ。いやいや、だからそれはもう、まあ、見抜いた勇気もすごいけど、それを1年で昇格させた小川監督もすごいし。確かに。まだ来て1分も経ってないです。俺だけ遅れてきたみたいな雰囲気になってる。コーヒー買うのに手こずって。よろしくお願いします。全員仕事してしながら選手やってるんですよ。だからノロ契約は？ノロ契約みたいないんですよ。あ、いないの？それこそ、うん、この胸の伊沢さんって、はいはい、うん、この会社スポンサーメインについてもらってる、うん、ところには3人仕事しに、あ、そうなんです、行ってます、証券平方さんにも仕事しに行ってますし、何名か行ってて、はい、ネア重さん、うん、っていう会社にも3人、行ってます、お金出してもらってるだけってなくて、そこで働きやすい、なおさら多分応援してくれてると思う、確かに。え、ヨンチョルも働いて、ヨンチョルは、スクールの、あ、はい、コーチやって、コーチやりながら、サッカーの指導に関わる選手も何人か
いやいや、行きたい。あ、これはまた。よし、ちょっとお願いしましょう。練習参加。で、ツーとすごい仲良くて。何度入れられたの試合中に、うん、だから、ツーさんが、お前中絞れよって言われた、うん。監督に張ってろって言われたから、うん、張ってんだよ。お前俺の言うことだけ聞いてないんだよって言われて、うん、俺どうしたらいいかこれふだんには絞れって言われて、監督には貼るわけって最初貼ってた、うん、そしたらおめえなんで俺の言うこと聞いてるんだって監督がさっき言ったからだろうみたいな感じで言い返したら、うんうん、お前ほんと後でお前ぶっ飛ばしちゃうからって言われてで試合終わった瞬間も、うん、お前らさっきやって、うんそういうのが2回目、3回目ありましたね。その試合勝ったのちなみに引き分けでした。あ、引き分けだった、ね、しかも 2-0 リードからの追いつかれて 2-2 で、はいはい、めっちゃ覚えてるんですけどガンバの万博で、うんうん、でダニルソンとかが止めてくる、止めてくる、あ、ダニルソンがダニルソンすっごい体してたよ、もう185位でもっとかな、そのダニルソンが一番日本人みたいな役割してたでもまあ可愛がってもらって、あ、なるほど。それでもそう、その言われたのが、うん、監督に言われたから、うん、その通りに据えてやるのがじゃあ正しいのかみたいな、あ、はいはいはい、中でピッチで感じてプレーするのは選手でしょ、うん、張ってるって言われてもその瞬間で、うん、これ中絞った方がいいと思えば絞るべきだろうみたいな、うん、確かになってちょっと思って、うん、まあ、プレーするのはピッチの選手なんで、うん、だから今も僕も言うけど、じゃあそれでも最終的には選手が判断してやることだから、もちろんその選手の判断とかもリスペクトしながら、うんうん、いろいろ考え方を学んでたってあります。ずっとこのまま、ちょっと待って、貴重な光景ですね。いや、こうやって作ってるんですね。こんにちは。今日は JFL 第13節。東京の久しのユナイテッド FC です。で、今日のスタート、キーパーはライル、ディフェンスライン右から、慎太郎、コウヨ、ソウ、コウタロウ。はい、で、カズヤ、ヒロト、で、右ケンゴ、左リョウ、で、前は40人です。で、サブがタッツ、マックス、マビオ、タカヤ、アルキ、ヒデヤ、ヒマ、このメンバーでいきます。で、まあ、ここまで3連勝で来て、ね、もう一回フォーム戻ってきて、ね、しっかりまた今日も勝って、ね、連勝伸ばしたいし、この先、ね、塩坂とか岩城とか、ね、待ってる上位、上のチームで当たる時まで、練習を伸ばして、ね、でそこで上叩いて、ね、自分たちがそのまた上に登っていくっていう、そのためにしっかり今日のフォームまた勝たないといけないので、引き分けじゃなくてしっかりまた勝ちっていうのを勝ち点3だけ目指して、ね、戦ってほ、しいと思います。相手陣内入ったところから、例えば勝也とか、まあ、ヒロと、ね、サイドの選手、コウヨでもコウタロとかでもいいから、松とかヨンチョルが、ね、プラウェイしたところに、練習でやったようにちょっと、ね、アバウトでもいいから入れて、でそのセカンドをヒロと、ケンゴ、でもう一人で、ね、ツートップの松、ヨンチョル、もう一人、ね、狙いに行く、でそういうちょっと、まあ、力ずくでもこじ開けないといけないシチュエーションもあるだろうから、でそういうところはちょっと、そういうのも、セカンドボール拾うっていうのも頭に入れながら。オッケー、あのホームなんでしっかり、ね、また4連勝目して次につなげられるように全員で戦って勝ちましょう。オッケー、はい、じゃあ立ち上がり、立ち上がり、立ち上がり、そこだけ今日もハードワークしてしっかり勝ち点3取りましょう。よし、ジャンプ。Let's go!
ピッチもスワもしょうがない、変えられないからね。あとはじゃあどうやるかって、もう浮き球使ったり、ね、何本かサイドがさ、入れてチャンスになるわけだから。でその入れた後、セカンド拾う、カズヤ、ヒロとは必ず一人は前に出て、セカンド、まあ今拾えてるけど、後半足止まって拾えなくなると、ね、しんどいから、もう一人は必ず前に出て、セカンドボール拾いに行く。でもあともう失点ないやん、今日もう一失点して、ね、失点してそれ以上失点はもう許されない。相手にね、2点目取られるピンチもあったけど、うまっすね。なあ、相手舐めちゃいけない、それリスペクトしなきゃいけないところはしっかりリスペクトして、ね、カウンターあったらもう絶対切り替えて早くボールを奪うまでしっかりみんな守備する、ね、で、あとは攻撃の姿勢どんなだけ上げるか、ね、春樹カットインしてクロス立てくる、一歩クロスね、慎太郎もそうだし、で、今度中で両天狗で、4チョルもなるべく引かないで、でクロスに対して4チョル待つ、必ず入れるように。 OK、 行こう。じゃあ、もう一回準備して、移動して、前を取ろう。やっば大活躍してる選手で、大嫌いな大嫌いな、スピードあって、キレがあって、すごい選手で、で今日ゴールということで、はい、まあ、勝利おめでとうございます。なんでそのティアムに来たというか、はい、ここを選んで、ここまでこう戦ってるのか。新潟時代、つみさんと一緒にプレーさせて、やってもらって、で新潟で契約満了になって、でもうちょっと日本でやりたい気持ちあったんですけど、まあ、そこから J のオファーがなくて、どうしようかなっていうその時間があったんですけど、その時にちょうど宇都宮さんがこのチーム監督になって、で牧さんが強化部長になったん でその2人とも元々仲良くて、ちょっと一緒に仕事をして上を目指していくのもちょっと楽しいかなと思って、はい、なるほどね。でこのチームでどうですか、やってみて。そうですね、去年とかやっぱ J でずっとやってカテゴリーが変わって、まあ、いろいろ慣れる部分で大変なところあったんですけど、まあ、でもみんなすごい頑張ってるし、チームも去年いい成績出して昇格できて、で今年も JFL で頑張ってるので、まあ、すごいやってて楽しいっていうか、達成感がすごく去年からあります。小川監督どうですか。まあ、去年つみさん初めて監督だったんですけど、まあ、練習のメニューとかやっぱりチームの経験が多い人なんで、プロの練習メニューとかも変わらないし、まあ、そういう練習から選手みんな意識高く持ってれる言葉とか、モチベーションを持てる雰囲気を出してくれるので、すごいいい感じだと思います。結果が出てるので、そういう部分で監督としてちゃんとしてるかなと思います。なるほど、ありがとうございました。またこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。またありがとうございます。 GM の牧口さんにちょっとインタビューね、インタビューというか、まあ今日密着させてもらって、はい、まあ、まずはちょっと勝利おめでとうございます。ありがとうございます。実際、ゆうきが見た小川監督はどういう監督。監督業に貪欲ですね。やっぱ勉強家だし、自分にね、足りないことがこう僕らから言われたらすぐ軌道修正して、凝り固まった頭じゃないな。まあ、賢いから、ね、監督はできると思って、やっぱあれだけ J リーグやってきた選手なんで、なんかそういう選手にこう一チームをポンといきなり任してみたいなっていう気持ちもあったんで、まあオファーに至ったんですけど、まあ、その、ね、期待通りやってくれてるし、もちろん足りないところはあるけど、まだまだこれからっていう。あとは、まあ、意外だなと思ったのが、若い選手とかを育てる能力がすごい高いです、ね。
なんで去年少ない人数でやりましたけど、うん、選手が成長したなっていう、そこが一番いいところでしたね、発見でした。クラブとしてやっぱりこうやってね、一つ一つ一歩ずつっていう着実に進んでいくっていうところを見せてもらっていいんだ。本当にね、また来てください。いやぜひ、もう練習参加、参加させていただけるということなんで、ぜひお願いします。はい、今日はおめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。個のスキルもあるし、チームとしての戦い方、まとまりがすごいあって、楽しかった。監督としての目標だったりと、あとチームとしての目標というのをちょっと教えてもらいたいんですけど。チームとしては、Jリーグ参入を目指して、まあ、僕の中でやっぱりこう結果を出して、枚方というその、ね、大阪の地域に JFL で頑張って J を目指してるクラブがあるっていうのをまず知ってもらって、JFL で結果を出せば、SAに上がるだけの、ね、実力があって、そういうクラブなんだったら、スタジアムを作ろうとか、そういう周りが、ティアムを後押しする動きになっていてくれたらいいなと思って、今、いい結果を出すために頑張ってるので、そのために今、みんな頑張ってますし、あと、まあ、選手の中でもそうですし、まあ、僕個人としても、やっぱもっと上のレベルでお仕事をしたいって思ってるんで、だそういう、まあ、一つのステップアップの場合でもあると思う。見たことない人にも見てもらいたいなと、うん、応援してもらいたいなと思います。監督としてはどうですか、今後の目標というか。いずれはこうやっぱり J クラブでタイトルを争うような、まあ、そういう仕事をしたいっていう目標はあるので、まあ、そこに向けてまだまだ指導者としてはやっぱり2年目なんで足りない部分もいっぱいあるので、あのこういう環境でいろんなことをチャレンジしながらスキルアップしてて最中なんで、どうなりたいのか具体的にはまあ大きなことはもちろん言えないですけど、あの今置かれてるところでしっかり自分のためと思って、うん、はい、チャレンジさせてもらってるんで、まあ、今は本当にティアムのためにと思って、うん、それがまあ言うというか自分のスキルアップにつながればいいと思って、はい、頑張ります。いや本当に今回ね、個人的にはすごいどれだかあった。いやなんかクラブのあり方ってこうあるべきだなっていうのを監督自らもそうだし選手も体現して、そこが礎になってどんどんビッグクラブになってきた時に初心を忘れずにみんなでこうやって勝つために進んでいこうっていう原点を見せてくれたんで、だからサッカーやる者にとっての一番大事なことというか、それを今現在体現しながら勝利のために進むみたいなのを常にこう表してる。だからこそ選手もついてくるっていうところを密着させてもらって、もう個人的にもすごく学ばされるというか感じることたくさんあったので、もうぜひねリーグ戦中ということで皆さんそのティアも、まあ、支援していただける方がいたら、はい、もうねぜひぜひ皆さんこのスポンサーのね中だったりとかパートナーの中に協力していただいてということで、まあ、概要欄の方から今後の日程とかも貼り付けておきますので、皆さんぜひ応援の方もよろしくお願いしますということで、今回貴重な一日中、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。あ、もうぜひ。練習も練習お願いします。やった、練習行きます。ありがとうございました。